リニア工事をめぐり静岡県の姿勢を批判している中谷経済産業副大臣との面会について川勝知事は調整が難航していることを明らかにしました。これに対し中谷副大臣は今日面会を拒んでいるわけではないと反論しました。9日ぐらい分のですね、候補日を挙げましたと、これまでいずれも都合が悪いというお返事が返ってきております。大変多忙を極められているというように思っております。昨日面会日程の調整が難航していることを明らかにした川勝知事。知事が面会を希望しているのはリニア問題をめぐり静岡県への批判を繰り返している衆院山梨1区選出の中谷真一経済産業副大臣です。まあ、私に言わせればゴールポストを動かしているように見えるんだけど、ちょっと時間を稼いでおられる、もしくはこう反対のための反対をされているように、見えるんですよね。中谷副大臣は先月山梨県内で開かれた会合で工事の着手を認めない静岡県に対し、自分のところに駅ができないからといって反対するのはとんでもない話だと批判。同じ日に山梨県で全国知事会が開かれていたことに触れ、川勝知事のもとに行き文句を言おうと思ったなどと発言していました。これを受け川勝知事は中谷副大臣が何を怒っているのか直接お聞きしたいとして面会を希望していました。その後県の職員が中谷副大臣の東京の事務所を訪れ面会を打診しましたが、従来の、ね、主張を繰り返されるのであれば、それはお会いしても意味をなさないというふうに思います。ですから建設的な、ね、話をされるという前提であれば、私はぜひお会いしたいというふうに思っております。経済産業副大臣の職務を持って今回川勝知事に対して意見したわけではなくて、私は山梨県第1区から出ている衆議院議員として、今回県民の意見を、また私の意見を、それを咀嚼した私の意見を申し上げたわけでありまして、昨日中谷副大臣との面会について問われた川勝知事は、8月17日の午前におきまして、東京で会うと、しかも公開でやるということで、はい、分かりました、参りますということになったんですが、その数時間後にですね、都合が悪くなったという連絡もございまして、こちらから提示した9日余りの全て蹴られましたので、ご都合のいい時にですね、板書を繰り合わせてご説明に上がりたいと。その上でゴールポストを動かしているという批判に対してはこう反論しました。ゴールポストは47項目を全部この有識者会議で議論していただくという、これがゴールポストですね。動かしたことは一度もありません。これに対し中谷副大臣は今日取材に応じ、面会を拒んでいることはない、日程は調整中という認識、一方で川勝知事が従来の主張を繰り返すのであれば全く会う意味がなく、工事容認のめどなど建設的な話ができるかどうかが会うポイントだと話しています。